山口市藩学校は第二次世界大戦中の1943年に山口県に設置された市藩学校である。本校は山口県市藩学校、山口県女市市販学校などの前身諸校を含めて記述する。1874年設立の教員試験所を起源とし、数回の解消、改編を経て1943年に、 県立の山口県師範学校と山口県女子師範学校の2校が統合、管理追遺の上、管理山口師範学校となった。第二次世界大戦後の学生改革で1949年に発足した新生山口大学教育学部の前身の一つとなり、山口師範学校は新生大学に包括され、山口大学山口師範学校として存続。 1951年に最後の在校生の卒業と共に廃止された。同窓会は、財団法人山口大学教育学部同窓会と、少子、旧制、申請行動の会となる。後に結成される山口大学教育学部同窓会、事業会へと受け継がれる。以下、校長前身の山口県市範学校から引き継いだ、山口市亀山町のコーチを使用した。 同校地は、後進の新生山口大学教育学部に継承され、1972年に、現在の吉田校地に統合移転するまで使用された。亀山校地の跡地は、現在は山口市役所となっている。前身の山口県女子市範学校から引き継いだ、講師室住の校地を使用した。同校地は、後進の新生山口大学教育学部に継承され、 公文校となったが、1957年3月に廃止された。山口大学教育学部附属公小学校、山口大学教育学部附属、公中学校は、現在も講師に立地している。ありがとうございます。